はい、どうも皆さん、ナスキーです。ようやく心霊ドキリが帰ってまいりました。あの心霊写真を今回作っていきたいと思います。で、すでに撮った去年のヨメピの写真、こういう感じにしてみました。どうですか、クオリティ結構良くない？これね、割と騙されると思うんだよね俺。ただちょっとこれをいきなりポンと見せたとしても、恐怖のボルテージが上がっていない時に見せてしまうことになってしまうんで、恐怖が半減してしまうと。だからヨメピの恐怖をじわじわと日を追うごとに怖さを植え付けていきましょう。そして最後のもうペシーンっていう必殺技みたいな、ペシーンっていう極めつけのペシーンを、ペシーンお茶は心霊写真を見せると、最終日にってやったらね、まあ喜ぶんじゃ、ちょっと喜ぶじゃない、あの怖がるんじゃないかと。そういう感じで段階を経てヨメピの恐怖を増大させていってあげましょう。最近暑くなってきましたね。もううちなんてもうエアコンつけっぱなしですよ、ずっと。でもね、あのなんかエアコンつけっぱなしの割にはね、そんなにエアコン代は高くなかったっていうのが。目覚まししたと思ったら全然目覚ましにかかってなくて、めちゃめちゃ寝てた。何時に起きたの？1時くらい。めっちゃ寝るやん。寝すぎやん。びっくりした。初めてというか今年初めてぐらい。本当は何時にかけてたの？8時半にかけてたと思ってた。かけてなかった。そう、なんかめっちゃ変な夢だ。変な夢か、めっちゃ怖い夢だ。変な夢見た。怖い、まあ、ある意味怖いんだけど。シンクロや。なんか学校の夢だったんだよね。学校に自分が学生でいるんだけど、なぜか同級生がみんなおばあちゃんとおじいちゃんなんだよね。そういう怖さ。その中では普通だったのか、その家の中ではみんなと普通におしゃべりしてるの。で、後になったら怖いなっていう夢で。怖いな、ちゃうよ。俺はそういう怖さになって、心霊的な、あら、なんか二人で、長野に、キャンプ行きたいなって言ってたやんか、で、ドライブで、車でキャンプ行って、そういう高原を目指して、だから、なぜか乗せたはずのテントがなくって、テントがないの、やばい、どうしようみたいな、で、そんな時に限って、もう今、なんか土砂降りやってるの、で、どうしようどうしようみたいな。で、近くに全然宿もないから、山奥で。って言って、車走らせてる時に、なんか、ちょっと、廃れたお家があったの。もう誰も住んでないそうな。やだー、絶対入れるな。でも、もう、なんか何思ったか、俺も普段やったら、ここに行こうよみたいな絶対言わんけど、もうその時点から取り憑かれてたかのように、ここ行こうみたいな。俺が言い出して、でそこで一泊してんけど、やだよ絶対。その時の夜にやだ、どん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 テンション下がってって、なんかずっとここにいたいって言い出してようになって、やだよ、やばいやん、もうやばいやん、置いてくわ、置いてくわ、だんだん運転できへん。最後どうなったかちょっともう覚えてへんけど、そういう怖い夢やったっていうのは覚えてる。そんなんなったら何したらいいかな、吐かせたらいいかな。はい、吐かせて、はいがあって、なんか指を突っ込んで、あ、そういうこと。物理的な。そんなゲロッと一緒に出るんかな。いや、わからないよ。だからこれはガチやねんけど、最近俺があそこのパソコンの部屋の椅子さ、座ったらちょっとギーって言うやんか、あそこに俺が座ってる時に、ギーって音がたまにするの。これはさっきの夢と全然関係ないけど、なんか、鳴る時あるやん、家鳴りみたいな、パキッとか、なんで。じゃあ、ギーっていう、なんか座ってる感じ、やだやだ、にゃです、やだ。やだ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 、なんかやだよ、もういや、もうやだよ。
きい声出すなよ、大きい音出すなよ。昨日さ、なんか写真をな、こう整理してて、でスマホつないだ時にさ、パソコンで一斉にこうインポートできんねんけど、それでインポートしたやつをちらってこう見ててんか、去年にさ、大原行ったやん。なんか写真ってさ、なんか変なの写ってんけど。いやだやだやだ。いや、一瞬そういう風に見えるくないっていう。初め俺も気づかなかったけど、なんかこれが半分に顔切れてて、目、鼻、口。いやだやだやだ。見えない。いやだ。いや、わからんねんけど。やだー。やだ、もう、ミリ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 見ない。なんかこっち向いてるみたいな。やだ。やだ、やだ。なにビール怖いよ、なんで変なタイミングで流れなかったの。今んとここれだけやけど。え、他にさ、あそこで撮った写真1枚しかないっけ。え、しかも、いや、大きくしないで、もう無理、見れない。やだ、やだ、やだ。やだ。え、やだ。ほら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 、無理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 、絶対そうじゃない。無理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 、もう無理、見たい、もう無理、見れない、もう無理、やだ。やだ、しかもなんで一人の写真さ、やだやだよ、やめてよ、やだ。怖くない？なんか怒ってるじゃない？やだ。最近ちょっと怖い話をしたりしたっけ。怖い夢見たって言ったの覚えてる？はぁ3日前ぐらい。いや、全然そんなに関係なく怖い。そんなことは覚えてない。なんやね、夢の話。一緒に呪文を見たのもこれの気持ちを高ぶらせるためだけど。いや、関係なく怖い。別にこれだけでもよかった。いや、もうヨペピ何しても驚くやん。いやー、ちょっと待って、やめて。いや、驚かしてやる。ヨメピーが驚かしてやる。あはははは、うらぁ、ほんとにやめて、ほんとにやめて。ヨメピーそのうち死ぬよ、びっくりして死ぬよ。死因、驚き。死因、驚きによる。これが心拍数で増加。動画を見てくれてありがとう。もし、この夫婦ちょっと応援してもいいかなと思ったら、チャンネル登録ポチッと。もっと応援したくもいいでという方は高評価、コメントもよろしくお願いします。
ツイッターのフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。